どうも、ケイシです。今日はですね、うねうねシリーズ、峠道を走ってみたいと思います。今私がいるところは新潟県柏崎市山室になります。今ね、見えてる道が国道252です。こっち行きますと柏崎方面、こっち行きますと高柳方面ですね。で、これから行く道はこっちですね、県道25号柏崎小国線です。田島峠になりますね。この、県道252からこの、山を越えた向こうの県道171号までの区間を走りたいと思います。距離にして7.6キロ、時間はおよそ10分ぐらいだと思います。それでは行ってみましょう。Thank you.
無事に完走いたしました。峠道はね、そんなに道も、荒れてなく、綺麗な場所もあったりとかして、快適に楽しく走ることができました。車でもね、ところどころ注意すれば快適に楽しく走れるのではないでしょうか。はい、それではこれで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ケッシーでした。